ルスポーリ公爵の邸宅、復活 HWV47 は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが1708年に作曲し、ローマで上演されたイタリア語のオラトリオ。全二部から構成され、キリストの受難から復活までの出来事を扱っている。自と悟りの勝利に次ぐ2番目のオラトリオであり、最初の宗教的オラトリオであった。ヘンデルは、ローマで、 フランチェスコ・マリアル・スポーリ公爵の邸宅に住み、復活祭の催しのために、オラトリオ、復活を作曲した。前作、地と悟りの勝利と同様、ヘンデルがオペラでなくオラトリオを書いたのは、当時のローマで、オペラの上演が禁止されていたという理由があった。台本は、カルロ・シジズモンド・カッペーチェによる、公爵邸に税を尽くした舞台が設置され、 復活はそこで1708年4月8日に、アルカンジェロコレッリの式によって初演された。使用されたオーケストラは大規模なもので、バイオリン20、ビオラ4、バスビオル5、コントラバス5、トランペット2、トロンボーン1、オーボエ4であった。実質譜によれば、さらに、フルートとビオラダガンバム使われていた。実際の演奏では、リコーダーやテオルボも使われる。 上演は成功であり、マグダラのマリアの歌うアリア、定かではないけれどはヒット曲となった。この曲はその後のヘンデルのオペラでも、しばしば再利用された。初演時に、マグダラのマリア役を歌ったソプラノ歌手、マルゲリータ・ドゥラスタンティは、イギリス時代まで長くヘンデルの作品で歌手を務めた。初演の後、教皇クレメンス11世はオラトリオに、女性歌手を使ったことを開国した。 音楽はオペラ的であり、合唱曲は2曲しかない。復活の音楽はしばしばヘンデルの他の作品に転用された。1709年のオペラ、アグリッピーナや1710年のオペラ、リナルドに使われ、また1732年にオラトリオ、エステルが改作された時にも、復活から曲が追加された。キリストの墓の側の女たち天使は地獄の入り口にやってきて、 その門を開かせようとする。ルシファーは、キリストの力を否定し、天使に対抗して、戦おうとする。地上では、マグダラのマリアとクロパの妻マリアが、イエスの死を嘆くが、ヨハネはキリストが3日後に復活すると約束したことを思い起こさせる。天使の合唱が霊たちに、キリストの元に立ち上がるように呼びかける。3日目の早朝、地震を感じたヨハネは、 これが地獄での戦いの終わりを告げるものであろうと考えつつイエスの母マリアの家を訪れる。天使はキリストの勝利を宣言し、キリストが天に昇る前に地上に現れることによって栄光を示すであろうことをルシファーに告げる。ルシファーはそれを止めようとする。マグダラのマリアとクロパの妻マリアはイエスの破壊急ぐ。ルシファーは己の敗北を知り、 地獄へと戻っていく。墓が空になっていることを見た女たちの前に天使が白い服の若者の姿で現れ、キリストの復活を人々に告げるように伝える。女たちはイエスが自分の前に姿を見せないことに惑い、イエスを探しに行く。ヨハネはクロパの妻マリアから知らせを聞くが、すでにイエスが母、マリアの元に現れたと告げる。マグダラのマリアもやってきて、 庭にイエスが現れたと告げる。三人は復活を確信する。三尾の合唱で曲を終える。ありがとうございます。